皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校1年生の国語の単元約束の5時間目の内容です。今日は1時間目から4時間目の振り返りをします。はじめに教科書に出てきた言葉を使って 文を作りましょう。1から3のカッコに入る言葉を、青い四角の中から選んで答えましょう。一度動画を止めて、分かったら再生してください。できましたか答えは、パンダが笹の葉をむしゃむしゃ食べる。地震で建物がぐらりと揺れる。背伸びをして荷物を取る。です。 1>, 1時間目を振り返ります。教科書の104ページを開きましょう。先生が質問をするので、教科書に載っている言葉で答えられるようにしましょう。考える時間が欲しいときは、動画を止めて考えてみましょう。はじめに、ある大きな木に、誰がいましたか できましたか一匹の青虫と答えられると良いですね。青虫は木の葉を食べて蝶に変わる日を待っていましたね。次に2時間目を振り返りましょう。新しい人物が出てきましたね。誰ですか できましたか自分とそっくりな青虫などと答えられると良いですね2匹の青虫は何をしていましたかできましたか言い合いをしていた。 葉っぱを取り合っていたなどと言えるとよいですね3時間目を振り返りましょう3匹のアオムシたちは何をしていましたか大げんかをしていた。 と答えられると良いですね。そこにまた新しい人物が出てきましたね。誰でしょうできましたか大きな木と答えられると良いですね。 大きな木はアオムシたちに何と言いましたかできましたかうるさいぞみんな上まで登って外の世界を見てごらんですねアオムシたちはなぜ目を丸くしたのでしょうか できましたか自分たちがこんなに広いところにいたからですね空もこんなに広いんだねと話していました最後は4時間目です「遠くに何を見つけましたか?」できましたか 海を見つけましたね。青虫は海のことを知っていましたかできましたかまだ海を知りません。と書かれていましたね。だから、あそこと言っていましたね。 海を見たアオムシたちは、どんな約束をしましたかおうちの人にお話ししてみましょう。ここで動画を止めて、お話ができたら再生してください。お話できましたか体が腸に変わったら、みんなであそこ、海まで飛んで行こうという約束でしたね。 仲直りができてよかったですね。次に、お話に出てきた人物や様子を思い浮かべながら、人物になりきって音読をしてみましょう。一度動画を止めて、読み終わったら再生をしましょう。では、振り返りをしましょう。 今日の学習で頑張ったことやできるようになったことこの単元で頑張ったことなどをノートに書きましょう。書けましたか動画を一度止めておうちの人に発表しましょう。できましたかお話を楽しんだり。 想像を広げたりして読めましたねこれで約束の学習を終わりにします